マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。広島東洋カープ対読売ジャイアンツのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いやもちろんですね、深くミーティングもしてると思いますけれども、まあ、野手も気合を入れて対戦してると思います。ではそのあたり注目していきましょう。バッターボックスは6番相澤。フォアボールのランナーが出ています。マウンド上菅野、そしてキャッチャーは大城。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。初球打ち、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには7番堂林。フォアボールを足がかりにチャンスを作っています。さあカープ先制のチャンスを迎えています。インサイド落ちました。強い打球切りました。ファウル、抜けていれば先制かというところでした。外の低め見極めます。伸びのあるストレート、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。カープ1点を先制しました。センター前のタイムリーヒット1対0。カープ試合のカープが僅差で勝利を収めました。最少得点でゲームが決まりました。西さん、エースを攻略しての勝利というのはやはり普通の勝利とは違いますよね。いや本当です。自信もつきますしね、いい試合だったと思いますよ。そうですね、自信になるでしょうね。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございました。お忘れ物のございませんよう、どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。